バルボラ・クレーチコバは、チェコブルの出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングルス3勝、ダブルス9勝を挙げている。身長178センチメートル、体重62キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。WTA ランキング最高位は、シングルス4位、ダブルス1位。クレシコバ、クレチコバの、表記揺れも多い。 チェコ語での発音は、クレイジー・コバーが近い。2018年全仏オープンと2018年ウィンブルドン選手権、女子ダブルスでデカテリナシニア・コバとペアを組んで優勝した。2021年全仏オープンでは、自身初のシングルスでの GS 初優勝。同大会のダブルスでも優勝し、21年ぶり、単複制覇を成し遂げた。6歳からテニスを始める。 ジュニア時代は2013年全仏オープン、ウィンブルドン、全米オープンジュニア女子ダブルスで、同じチェコのカテリナシニアコバと組優勝している。ダブルスを中心に活動し、シニアコバとのペアで2016年、全仏オープン女子ダブルスの3回戦で4大大会、4連勝を狙った第1シードのマルチナ・ヒンギスサニア・ミルザ組を63、62で破る主君を挙げ、ベスト4に進出した。 2018年全仏オープン女子ダブルスでは、決勝で、ホズミエリアンド、二宮誠組を63、63で破り初の四大,大大会ダブルスタイトルを獲得した。続く2018年ウィンブルドン選手権、女子ダブルスでも、ニコールメリチャークベタペシュケ組を64、46、60で破り優勝した。2018年10月22日付のランキングで、 シニアコバと並びダブルス1位を記録している。2019、20年は GS ベスト4を上限に止まっていたが、2021年、前後オープンで、同体開発の決勝進出すると、続く、前仏オープンでは3年ぶりに GS 制覇で復活した。2019年前後オープンでは、ラジーブラムと組んだ混合ダブルスの決勝で、アストラシャルマー ジョンパトリックスミス組を7-6、6-1で破って優勝し、混合ダブルス初優勝を果たした。そこから同大会3連覇を成し遂げている。シングルスでは振るわず、4大大会では2018年全仏オープンで予選を勝ち上がりシングルスに初出場した。1回戦でカロリナ・プリスコバに敗れた。 次回出場は2020年全王オープンでグランドスラムシングルス初白星を挙げる。全仏オープンでは4回戦進出。2021年ドバイテニス選手権で第1シードのエリナズビトリナラに勝利し w t a 戦の決勝に進出するブレークスルーを見せた。決勝ではカルビネムグルサに6から7、3から6で敗れ準優勝だった。月のストラスブール国際で ソラナ・チルステアを六から三、六から三で下し、シングルス初優勝を果たした。全仏オープンでは、三回戦でまたも、第五シードのスビトリナを破り、準々決勝で凝り、ガウフに勝利して、GS 初のベスト四入り。準決勝で、マリア・サッカリを七から五、四から六、九から七で下して、決勝進出すると、決勝では、アナスタシア・パブリュチェンコワを6から一、二から六。 6から4で破り、シングルス初優勝を果たした。ダブルスも3年ぶりに制し、21年ぶり、単腹制覇を成し遂げた。ウィンブルドン選手権に初出場し、4回戦進出。続く、プラハオープンで早くも3勝目を挙げた。8月10日付のランキングで、自己最高の10位を記録し、自身初となるシングルスでのトップ10入りを果たした。全米オープンでは、 過去6度予選敗退ながら、第8シードとして本戦に初出場し、ベスト8まで駒を進めた。9月20日付のランキングで、自己最高の5位をマークし、初のトップ5入りを果たしている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。